延安での毛沢東と後世後世は中華人民共和国の政治家。元の名は超宗義、し、字は小教。この他複数の変名、筆名がある。文化大革命の重要人物の一人、三島省二川県大大層出身。裕福な地主の家庭に生まれ、中国共産党中央委員会副主席にまで出世した。ソ連滞在中に、 内務人民委員部から、反革命分子に対する拷問、処刑を学び帰国後、中国共産党情報機関の責任者となりもう、卓党の片腕として強大な警察権力を行使し、大量粛清に関わった。中国のジェルジンスキーあるいは、中国のベリアと呼ばれる。妻は、宗一王。子供はいない。8歳の時に、長家が開設した学館に入るが、 1911年の侵害革命でこの塾が閉鎖。その後は、賃尾で、賃尾霊県中学へ入学した。1917年、同中学卒業後、実家の引っ越し先である、諸条県の教師講習所に入学して、翌1918年から諸条高等小学校で教師となった。この年に高生と知り合った。1919年に起こった54運動で、 本格的に共産主義に近づいたと言われる。1924年に家を離れて上海へ赴き中国共産党が主導する上海大学社会科学系に入学した。1925年に正式に中国共産党に入党したとされ地下工作を行うため長広氏と金を名乗った。その後、当上海地区委員会書記として 上海労働者を放棄させる工作などに関与した。1928年冬、当チャンス省委員会組織部長に就任した後、李律三の都市放棄路線を支持して、その配下となる。1930年には李律三の推挙で中央組織部秘書長に昇進。理律三失脚後も巧みに欧米に接近して、保身を図った。1931年1月、 中国共産党第六期四中全会において、欧米総書記のもとで中央組織部長に就任し、周恩来、陳雲、反関年らの指導のもと、中央特化における情報工作の責任者となった。1933年、上海にあった当中央は、組織が破壊され、厚生省に移転するが、彼は残留し、当上海局代表として、 上海で地下工作に従事し続けた。1933年7月、中国共産党中央コミンテルン、駐在代表団団長となった欧名に従って、副団長としてモスクワに入り、4年ほど滞在した。この時にロシア語名を名乗った。それを中国語音に移したのが後生という名である。彼のソ連滞在中に、 ヨシフ・スターリンによる大粛清が始まり、後生はソ連の秘密警察による容疑者への逮捕、拷問、処刑などを身近に体験したと言われる。自身も欧米らの指示の下、ソ連に留学している中国共産党員をトロツキストとして攻撃するなど、彼らの迫害に関与した。1934年1月の第六期六中全会にはソ連滞在のために欠席したが、 党中央政治局委員に選出されている。1937年11月に帰国した後に、延安に移り、翌1938年には、党中央社会部長、情報部長となり、以後党内のスパイ的発工作で拉腕を振るう。1942年から1943年頃には、毛沢東と、劉少期の下で、政府運動と称された。 粛清の実行に当たった。緊急措置を取り、拷問による自白を証拠として、多くの党員にスパイ、裏切り者、内通者とのレッテルを張り赤色テロを行った。1946年から1949年の国境内戦の間、後世は、党中央課当局副書記、党三党省委員会書記、三党省人民政府主席となった。 1950年に統合失調症に罹患し、1955年まで北京病院で長期休養に入ったが、その後、1956年9月28日、第八期一中全会で、党中央委員の中から中央政治局候補委員に選ばれて復権した。1958年、中央文教省祖父組長、教育工作委員会副主任に任ぜられ、 毛沢東選手第4巻の編集を受け持った。1959年に大躍進運動の失敗で国家主席退任を余儀なくされていた毛沢東は左傾化を強め、1960年にオブザーバーとしてワルシャワ条約機構締結国政治協商会議に参加してニキータ・フルシチョフの考えに反発した構成を強く信任するようになる。1962年、 大歌賞、周中君批判が起こった。9月、第8期八中全会で、中央初期どころ初期に補充される。1963年7月、ソ連共産党との最後の調整の会談のために、派遣された代表団にも参加した。ここでも大素強硬派として徹底的に、ソ連共産党と論争した。また、リューシュタンを題材とした書籍を攻撃し、 多くの人々を犠牲にし、文化大革命への道を開いた。1964年には、要賢人の哲学2を合わして1となるを徹底的に攻撃するキャンペーンを作動して、文化大革命へ向けた理論武装を進めた。1966年5月、毛沢東による北京市長方針への攻撃をのろしとして、文化大革命が発動された。後世は、 中央文化革命上祖顧問を任され、中央政治局常務委員になった。1968年、中国共産党の情報機関である中央調査部の指導権を獲得、実権派、右派分子、修正主義者の粛清の人頭指揮にあたることとなった。死刑執行人として恐れられ、無数の冤罪を出っち上げ、多くの共産党員や幹部を迫害した。中には、 犠牲者1万人にも及ぶ内モンゴル人民、革命党粛清事件や、党運難省委員会初期、超県民スパイ事件等も含まれる。厚生は、中国政府の外交方針に影響を与えた。周恩来ら中国共産党指導部が、ノロドムシハヌークを、東南アジアにおける、反帝国主義のリーダーとして育成したのに対して、 後世は、クメールルージの指導者であるポルポトを、東南アジアにおける真の共産主義革命のリーダーとして支持した。結果として、ポルポトは中国の支援を受けることになった。この他に、すでに1950年代から、ミャンマー国軍と内戦状態にあった旧ビルマ共産党に対し、1960年代後半から本格的な軍事支援を開始している。 権力の頂点に立った時、後世の党内序列は、毛沢東、林彪、周恩来に次ぐ第4位であった。林彪失脚後、1973年8月の第10回党大会では副主席に就任した。ガに蝕まれ始めた1974年も、林彪や孔子を批判するキャンペーンを繰り広げ、周恩来、東昇平への攻撃に最後の力を振り絞った。 1975年1月の第4期全国人民代表大会では病気欠席のまま全国人民代表大会務委員会副委員長も兼務する。しかし12月16日に暴行癌で死去した。後世が死んだ時の党内の序列は毛沢東、周恩来王公文の次の第4位であった。追悼会では毛沢東からプロレタリア革命家、 マルクス主義理論家、反修正主義における輝ける戦士と数々の賛辞を受けたが、毛沢東の死後、1980年10月16日に中国共産党は、後世を林表、後世反革命集団の一員として除名した。後世は、文物、とりわけすずりや本のコレクターであった。文化大革命中。 略奪した3万4000冊に及ぶ図書と5500個に及ぶ文物をやり口を変え、保護し、合わせて、厚生の個人員を押した。文革終了後、厚生コレクションは、北京の影山で公開、展覧されている。中共八届一中全会選出新敵、中央津久山子ピアニッシも、187から188、この党中央政治局拡大会議以降、 中央文化省佐が直接間接に指示を発し、大学など教育機関、文化部門を中心に造反が起こった。北京大学では上元あずさら7人により陸、平学長を激しく批判する大技法が張り出され、聖火大学附属中学で最初の公衛兵が組織されたのであった。ハット高によると文革が発動されたばかりの頃、 後生は天津南海大学の高衛兵に、いわゆる61人半年集団事件と、劉少奇本人の歴史問題の調査を始めるよう、陰で指示していた。結果として、劉少奇安史文、薄いっぱといった劉少奇グループの失脚に成功した。後生、周恩来と共に、高衛兵を越兵する。ありがとうございます。